今日の東京株式市場の日経平均株価はアメリカでインフレへの警戒が和らいだことから800円以上値上がりし、今年一番の上げ幅となりました。前日にアメリカで発表された10月の消費者物価指数が市場の予想を下回ったことから、過度なインフレへの警戒感が後退し、ニューヨーク市場で株価が大幅に上昇しました。今日の東京市場でもこの流れを引き継ぎ、日経平均株価はおよそ2ヶ月ぶりに3万3000円台を回復しました。終わりには昨日より823円高い3万3519円で、今年一番の上げ幅を記録しました。